カペシタビンとは、フッカピリミジン系代謝機構剤に類する、抗悪性腫瘍剤。フッカピリミジン系抗悪性腫瘍剤の代表とも、言えるフルオロウラシルは、これまで乳がんや消化器がんの治療に最も多く使われてきた抗がん剤の一つであるが、カペシタビンは、骨髄細胞や、消化管では、活性体になりにくく主要組織内で、 より選択的に 5FU を生成することを目的として日本ロシュ研究所で創生された。製造販売元は中外製薬で商品名はゼロだ。傾向の高悪性腫瘍剤であり患者への投与の際の負担が少ない。また体内で段階的にフルオロウラシルに変換させることで 5FU が腫瘍細胞内へ選択的に高濃度に供給される。 全身への曝露は 5FU 注射薬に比べて少ないとされる。2010年現在世界100以上の国々で承認されているが、臨床における有効性、安全性に関しては、現在もなお検討中である。脱水症状、手足症候群、心障害、肝障害、横断、腎障害、骨髄抑制、口内炎、間質性肺炎カペシタビンは肝臓で、 カルボキシルエステラーゼにより5デオキシマイナス5フルーラサイキジンに代謝される。次に主として肝臓や主要組織に存在するシチジンデアミナーゼにより5デオキシマイナス5フルラリジンに変換される。さらに主要組織に高レベルで存在するチミジンホスホリラーゼにより活性体である 5FU に変換され高主要効果を発揮する。ありがとうございます。